はい、どうも山田キャラです。今回の動画はですね、またね、ちょっと雑談的にお話をしていきたいなというふうに思っています。はい、で、まあ、まずですね、まあ、前回のね、動画の続きとして、70-200 のね、F2.8 のレンズ、はい、こちらを今回、まあ、今日ね、試し撮りをしてきましたので、まあ、そのあたりのね、お話を、まあ、まずねしていきたいと思うんですが、今日ね出かけようと思っていざリュックにねカメラレンズをね入れようと思ったところ、まあちょっとね入らないんですね。はい、でまあ私がね今、まあ、よく使ってるリュックっていうのはこちらになるんですけど、これに今回こう入れていったんですよ。はい、でテレコンをねつけた状態では、まあ、入らなくてですね、まあ、なので今回はテレコンなしでちょっとね試し撮りしに行きました。はい、皆さんねどう持っていってるんですかね。まあ多分この70-200のレンズって結構ね長いので、まあ、やっぱ多分カメラとレンズ分けてるんですかね。機動性を高くね、撮りたいなってなった時に、まあ、セットした状態で、まあ、持ち歩きたかったんですけど、ちょっとまあ無理があるんですかね。でちょっと今そのリュックもですねいろいろとこう悩ましくって、はい、ちょっと話がね脱線しちゃいますけど、まずねリュックの話もしたくてですね、はい、で前もう結構ね前の動画でこちらのねニコンさんのリュック私ね、まあ、買ったんですけど、まあ、正直ですねもう全然使ってないんですよ。はい、まあなぜ使わなくなったかと言いますと、ジンバルがね入らないんですよ。はい、でまあねやっぱり私はですねジンバル撮影がね、まあ、とても好きなので、まあ、それでいくとジンバルが入らないリュックバックパックっていうのはですねもうちょっと厳しいなというところで、これね入れる場所がないんですよ。はい、でまあおそらくカメラレンズで考えた時にまあ収納力はあるかとは思うんですけど、まあ、私みたいな感じで動画でジンバルを入れたいよってなった時にこちらにね入るスペースがないんですよ。はい、まあ、なのでもう使わなくなっているリュックということですね。ここのね上に、ジンバルが、まあ、入ったらよかったんですけど、ここにね入らないんですよ。はい、で実際ね今日持ってったジンバルがこの RSC2 になるんですけど、これが入らないんですよね。なんかねギリギリ入らないんですよ。まあ無理やり入れたら入るんかな。いやでもまあ無理か。そうなんですよ、なんかね中途半端なんですよね。向き変えたら入るかな、まあ、なんとか入れられなくはないかな。無理やり入れればいけるかもしれないな。ただねこの要はジョイスティックの部分だとかが引っかかってるんであまりしたくはないですよね。ちょっとねこの辺りが微妙なわけなんですよ。 RSC2 はまあね強引に入れたら、まあ、なんとか入れれなくはないですけど、ただやっぱりこのジョイスティックの部分がガーッとねこう押されてる状態のまま、まあ、入れていくっていうのは、まあ、ちょっとねやっぱり嫌ですよね。まあ、こっちにね RS2 もありますけど RS2 はもうね完全に入らなかったです。はい、っていうことなのでまず大前提としてジンバルが入らないリュックがちょっと私にはネックだなというところと、まあ、このニコンさんのリュックの、まあ、もう一つのところですね。もう一つのポイントとしましてはここに、
まあカメラレンズ入れられるんですけど、あの私が持っている、まあ、カメラレンズで考えた時に結構ね、あの長いレンズがね、まあ、ここ最近ありますので、まあ、それでいくと1本、カメラとレンズをセットした状態で、まあ、1つ入れるよっていう部分と、あと基本これ多分ね F1.8 シリーズを縦に入れられるような、まあ、感じの作りになってるかと思うんですけど、まあ、それが、まあ、意外に使いにくいなっていう部分と、あとコメントもあったんですけど、これがねこんだけしか開かないっていうところが使いにくいんじゃないかっていうのはね、まあ、コメントであったんですけど、実際私も、うん、確かに使いにくいなというふうに思いました。はい、まあ、なのでおそらくニコンさんの目的としては自立した状態でレンズの取り出しとかをしやすいように作っているのかもしれないんですけど、このね一番下の部分がもう本当に物が取り出しにくいんですよ。まあその辺の、まあ、問題もあります。なんかね使いにくいですね。はい、ということで、まあ、ちょっとあのご紹介はしていたものの全然使ってないので、まあ、これもどうしたものかなっていうところです。はい、で、現状はですね、現状はと言いますか、まあ、もうこれがメインでまだまだ使ってるよっていう感じなんですけど、はい、このね、マンフロットの、まあ、リュックになるんですけど、で中がねあの迷彩柄になってる、まあ結構可愛い感じのリュックなんですけど、これが結構ねちょうどいい感じなんですよ。まずあのジンバルがもう全然軽くこうスポッと、まあ、入るんですよね。でジンバル以外にも全然、まあ、こういった予備バッテリーだとか、レンズクリーナーだとか、まあ、そういったものがこれ入ってるんですけど、これも入りますし、この上の段に私の必要なジンバルプラスアルファ小物が入るんですよ。はい、で RSC2 はもちろん RS2 ももちろんこっちに入りますということなので、私の理想的には合ってるよということですね。でもう一個言うのであれば、まあ今ねこれもうパンパンなんですけど、今回はこれが Z6II か、 Z6II に70-200のレンズを、まあ、つけた状態になるんですけど、でこれが、まあ、先ほどね、まあ、冒頭にも言いましたけどテレコンつけた状態では、まあ、入らなかったので、皆さんはどうしてるのかなっていうところで、まあ、ここもちょっと教えていただきたいなというふうに思っています。まあ、やっぱバラしていってるんですかね。で今日私がね、まあ、持っていった、まあ、やり方というか、まあ、カメラね私2台持って行ったんですけど、まあ、ここに、Z6II と、70-200のレンズを入れてます。であとはこれを、まあ、背負ってですね、背負った状態で、でここにねピークデザインの、はい、こちらをつけて、まあ、これで移動しているよという感じなんですよ。これだったら一応ね2台カメラを持っていくことができますし、こっちは今回はこっちが動画用 Z7II に、まあ、ジンバルとの、まあ、組み合わせですねの、まあ、撮影の部分と、でもう一つが先ほどの、70-200 のレンズでの、まあ、基本は、写真、まあ、動画も撮りましたけどね、はい、まあ、そんな流れで今回、まあ、軽く、まあ、奥さんを迎えに行く流れで、大阪城公園に行きまして、まあ、鳥をメインに、鳥とあと梅をメインに、撮りに行ってきました。はい、でそのね話をね、しようと、まあ、思っていたんですけど、はい、ちょっとこの機材の話はちょっとこれでおしまいにしておきまして、まあ、実際ね撮った作例を、暑いなもう、はい、実際撮った作例をご紹介したいと思います。で、まあ、まずですね、まあ、行きは森の宮からね降りてですね、ちょっとあの動画を撮っていこうかなと思って、まあ、撮り始めたんですけど、ちょっとね今回しっくり来なかったので、まあ、それはね、ボツにしました。
はい、まあ、ちょっとハイパーラプスの作例を取りたくって、まあ、やってみたんですけど、まあ、ちょっと内容的にね面白くないなっていうところで、まあ、ボツにしました。またねちょっとハイパーラプスの撮影方法だとかはまたねやっていきたいなというふうに思っていますので、またね楽しみにしていてください。はい、まあ、こちらのねこちらの、7200の F2.8 のレンズですね。でテレコンはちょっとリュックのスペース上収まらなかったので、まあ、今回はテレコンは持っていかず、撮りました。でまずですね大阪城のあれは何ていうのお堀っていうんですかね、まあ、池と言いますか、まあそこに結構カモがたくさんいたので、まあ写真と動画と撮っていました。あまり見たことのないような、まあ、模様のあれカモなんですかね。ちょっと私はね全然鳥のことがよく分かってないので、まあ、疎いんですけど、はい、まあ、なんかこう白黒のねカモみたいな鳥がいたりとか、まあ、そういったものをちょっとね動画と写真と撮ってみました。はい、で、まあ、その後ですね大阪城公園の梅林の方に行きまして、まあ結構その梅がね、まあ、五分咲きぐらいかと思うんですけど、まあ、咲いてました。はい、まあ、そんな中で軽くね、まあ、梅の花を撮っていたら、おそらくね、メジロだと思うんですけど、まあ、メジロがいまして、しっかりね、これでね、撮ってみました。まあ、ほぼほぼね、こう、鳥をメインに撮るっていうことは、私がね、初めてだったんですけど、まあ、なかなかいい写真が撮れたんじゃないかなというふうに思っています。はい、まあ、こんな感じのね、まさくれを、こちらにちょっとどんどんね、出していきたいと思いますけど、はい、この木の枝のね V の字型になっているところの、まあ、奥に、メジロがちょうど行ったので、まあ、それをこうめがけてね、まあ、撮影をしたりとか、うん、まあなかなかこうやっぱ動き回るものなので、まあ、難しい面もありましたけど、最初のうちは見つけてすぐね見失ってどっか行っちゃったんですけど、一本の梅の木にですね2羽、はい、やってきまして、まあそれで結構シャッターをね切っていきました。はい、ということで結構ねこのレンズの醍醐味といいますか、皆さんがねその鳥を撮る楽しみが分かったなという感じですかね。やっぱりこれっていうのはすごく、まあ、便利な、もう特に鳥を撮るためには、まあ、便利なまあ、レンズだなっていうふうに思いましたし、まあ、結構手軽でもありますし、で今回テレコン持っていかなかったので、やっぱねテレコンがないとちょっと届かない部分も多々ありました。まあ、なので、まあ、やっぱりテレコンは持っていきたいなっていうところですね。まあ、なのでそのテレコン持って、まあ、まだね購入されてない方はおそらく足りてないこともね、距離がちょっと足りてない部分もあるかと思うので、まあ、ぜひですね検討してみてください。はい、私は買ってないんですけど、はい、まあ、やっぱりあると便利だなっていう部分と、あとはやっぱりこう飛行機がね飛んできたりとかっていう時に撮ろうとしましたけど、やっぱりこの DX フォーマットに変えて、まあ、換算 300mm で撮ってみましたけど、やっぱりね足りないなっていうところで、まあ、それが倍になるっていうのはねとても魅力的だと思いますので、うん、やっぱねテレコンは必要だなというところですね。まあなのでちょっとね本当持っていく方法が一つ悩ましかったなというところですね。まあやっぱ外して持っていったらいいんですかね。まあみんな多分そうしてるんかな。まあもしその私はねこうやって持っていってるよとか、まあ三脚も含めて多分ね皆さん移動されているかと思いますので、今回私三脚は持っていかなかったですけど、まあジンバルでの動画のね撮影もしたいなというところで、まあ両方ちょっとこう撮ろうというところで、まあ今回は三脚は持っていかなかったですけど、まあ次回はちゃんとその鳥をね撮りに行くときはですね、ビデオ三脚を持ってまあ撮ってみようかなというふうに思っています。はい、ということで、まあ、軽く作例&実際にこういった長物のレンズをどうやって持ち運ぶんだっていうところでの、まあ、私なりの
まあ、動きをですね、まあ、今回ご紹介させていただきましたけど、まあ、まずねリュックはずっと今ね悩ましい部分でもあるので、私の必須条件としてはジンバルが入るっていう部分と、あとはこの長物のレンズもね入るような、リュックがあったらなっていうところですかね。でまああまり大きくもしたくないっていうところで、まあやっぱねカメラは2台持っていきたいっていうのもありますし、動画用のカメラ、写真用のカメラとしてやっぱね2台持っていきたいなっていうところですね。まあちょっと贅沢かもしれないですけど、できるだけコンパクトで3と1本は長物が入って、1本はこういった単焦点が入るような、まあ、リュックがあればなというふうに思っています。もしねいいリュックがありましたらご紹介してください。はい、ざっとそんなところですかね。もう軽く本当に今回撮った作例を含めての、まあ、内容ではありましたけど、また引き続き作例をね撮っていきたいと思いますので、また楽しみにしていてください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。またね次回この動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。